の独立を導いた総理大臣吉田茂。吉田はアメリカに安全保障を依存しながら経済立国を目指す路線を取ります。これに真っ向から対立したのが鳩山一郎でした。鳩山は憲法を改正し軍隊を持つことで日本がアメリカと対等な関係になることを望んでいました。私は憲法改正は必要だろうと思います。1955年自由民主党が誕生、初代総裁の鳩山は総理大臣になります。しかしこの時鳩山は自らの主張とは異なる吉田の路線を継承することになりました。これがね、戦後政治の最大の逆説じゃないでしょうかね、戦後日本に長く定着した吉田路線、その出発点となった時代を見つめます。戦前戦後に活躍をいたしました政治家鳩山一郎の邸宅にやってきました。鳩山家といえば明治時代から4代にわたって政治家を輩出した家柄です。総理大臣を務めた鳩山幸男さんもここで育ちました。吉田茂が戦後に打ち出した日米安保体制の下で経済立国を目指すといういわゆる吉田路線といわれる骨格です。その骨格が定着していくのは実に30年以上前、ここですね。今日のターニングポイントは1955年です。いわゆる55年体制として自民党が誕生して長期の安定政権が始まった頃です。時の首相は鳩山幸男さんの祖父にあたる鳩山一郎でした。1階の応接室に入ってまいりました。なかなかこう厚い絨毯が敷かれておりますが、やはりこうすぐに目を引くのはこちらですね。この椅子、鳩山一郎はいつもこの椅子に座って大勢の政治家や記者に囲まれて話をしたり、ここで政治の構想を練ったというふうに言われています。現代史家の伊予木部誠さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞお聞きください。本当にこう落ち着いた、ね、空間があってありますけれども、立派な邸宅ですね。そうですね、伊予木部さんのお立場からご覧になって、その鳩山一郎という人はどんな政治家であったというふうに言えるんでしょう。戦前から活躍した政党政治家で、どういうんでしょうか、日本の場合官僚政治家っていうのが多いですよね。で、鳩山さんはそうじゃない、党人派政治家のね、シンボルのような人なんです。やはりその時代を考えるときにもう一人どうしてもね、吉田茂が出てきますけど、この対比でいうとどうなんでしょう。そうですね、吉田の場合には戦後の日本についてアメリカと一緒になってね、この国を立て直そうというふうに考えた人ですね。それに対して鳩山さんはむしろアメリカとある程度距離を持って自律的な戦後日本を作りたいという方法を持った人ですね。その鳩山一郎が首相を務めた1955年にですね、それまでの自由党と民主党が合併して、自由民主党が誕生する、鳩山一郎は吉田茂とは立場が今お話になったように違ったんですよね。違ったにもかかわらずその吉田茂の路線を、受け継いでいくんですね。これはどう考えてるんですか。これがね、戦後政治の最大の逆説じゃないでしょうかね、反吉田において鳩山の下で保守合同し55年体制を作った、でそのしかし政策路線っていうのはね、吉田のものを守っていくことになるんですね。そういう意味では吉田なき吉田路線というのが、この戦後政治のね、一つの大きな特徴になるんですね。さあ、それでは鳩山一郎が政権の座につく1954年までの動きを見ていくことにいたしましょう。1951年、日本はアメリカをはじめとする48カ国との講和条約に調印、占領下から悲願の独立を果たします。講和を実現させた総理大臣吉田茂は同じ日、日米安全保障条約を締結しました。吉田は後にこう述べています。日米協調ということは経済の必然から見ても我が国の国策として
最も自然、最も賢明なる道である。吉田は、日本はアメリカに安全保障を依存し、経済立国を目指すことが戦後日本に最適な国策と考えたのです。ところが、朝鮮戦争が長引く中で、吉田のプランは早くも壁にぶつかります。1952年、アメリカが日本に再軍備を迫ったのです。米軍の負担を軽減するため、日本の治安維持と防衛を担う兵力30万を要求しました。吉田は、30万もの軍隊は経済的に不可能で、平和憲法を支持する世論も受け入れないと、アメリカに削減を要求します。結局、警察予備隊を11万人に増やすことで決着させました。吉田は、これは自衛部隊であり、戦争の放棄を定めた憲法第9条に触れないと議会で説明しました。この吉田の姿勢を批判し、日本は憲法を改正して軍隊を持つべきだと主張したのが鳩山一郎でした。自衛軍を持つことが必要であるならばです。これもやはり軍隊でありますから、私は憲法改正は必要だろうと思います。己を救うものは己以外にはないんだと、自分が立派にならなければダメなんだという観念で日本に生きていただきたいと思うのであります。鳩山には吉田と浅からぬ因縁がありました。1945年、鳩山は日本自由党を旗揚げし、翌年第一党に躍進、組閣の準備に取り掛かります。しかし、その寸前で鳩山は戦前の政治活動を理由に GHQ によって職を追われてしまいます。この時、鳩山は自分が戻るまでという条件で吉田に総理総裁の座を託しました。この後、吉田は一度政権を失いますが、48年に再び総理となり、日本の独立に尽力します。しかし、52年に鳩山が政界に復帰しても、吉田は総裁の座を鳩山に譲りませんでした。54年、鳩山は吉田に反対する同志を自由党から引き連れ、日本民主党を立ち上げます。吉田内閣の打倒が目標でした。当時、吉田政権は大規模な汚職事件など長期政権の弊害が出始め、国民の支持を失っていました。こうした中で、54年12月、鳩山は吉田内閣を総辞職に追い込むことに成功します。吉田を倒した鳩山は、国会の首班指名で念願の総理大臣に就任しました。71歳の時でした。これがですね、鳩山一郎さんが、総理大臣になる時の任命状ですよね。生きてるうちに総理という仕事ができるようになったという考え強かったんじゃないですかね。それにしても、反吉田の機運が、鳩山内閣を誕生させたわけですけども、どうしてそこまで、そうした声が強く集まってしまったんでしょう。講和日米安保というね、大仕事を吉田茂は成し遂げて、戦後の根幹を通したわけですね、はい、でところが、その大仕事を成し終えた後、次なる大仕事があるかというとね、実はもうないんですね。加えて、朝鮮特需も終わりましたので、経済が非常に悪くなったんです、54年に。でそうすると、経済悪い時には政権いつも不安定になりますね、それやこれやで吉田は末期症状を呈するというふうな状況になってきたですね。1955年1月、鳩山総理は
憲法改正再軍備に動き出します。鳩山の日本民主党が掲げた政治大綱、ここに日本の目指すべき方向が記されています。憲法を改革して軍隊を置けるようにする、防衛体制を整備して日本の駐留米軍は逐次撤退させる、日本が一方的に米軍に依存する安全保障体制を正し、総務的すなわちお互い対等な義務を負うものに変える。2月憲法改正に必要な3分の2以上の議席を取るべく、鳩山は総選挙に打って出ました。しかし民主党は過半数に至りませんでした。第2党は吉田の自由党、以下日本社会党、左派、右派と続きました。鳩山は憲法改正を視野に入れた憲法調査会法案を国会に提出。しかし野党に厳しく糾弾され、審議はしばしば中断しました。憲法改正の試みは挫折します。国会は文字通り悪戦苦闘の連続であった。社会党が憲法改正と自衛隊の問題で食い下がってきたのは致し方ないとしても、自由党がこれと一緒になってことごとに頭から覆いかぶさってきたのには本当に並行した。続いて鳩山は日米安保条約を対等なものに改定しようと動き始めます。8月鳩山は外務大臣重光守をアメリカへ派遣し、安保条約の改定交渉に入りました。重光はアメリカ国務長官ダレスに日本側の要望を伝えます。日本の自衛権を広げて外敵に対しては日米が共同で防衛する体制を作りたい。しかしダレスは共同防衛は日本の憲法に触れると指摘、憲法を改正し軍備を充実させない限り応じられないと拒否します。鳩山の構想を実現することは不可能となりました。失意の鳩山を今度は政権を揺るがしかねない出来事が襲います。10月、分裂していた社会党の左派と右派が合体し、日本社会党は155人を擁する大政党となりました。議席数で追われる第一党の民主党だけでなく、第三党に転落した自由党の危機感も煽りました。この出来事は自由民主両党の人たちの考え方にも相当影響を与えたことは事実である。理屈や感情を超えてこれではとてもたまらないというわけである。一月後の11月、民主自由両党は合同し自由民主党が誕生します。自由民主党は議会の過半数を抑える大勢力となり、その初代総裁には鳩山が就任しました。野党の社会党と対立しながら自民党の安定政権が続く、いわゆる55年体制がここから始まります。鳩山はその後日ソの国交回復に執念を燃やしました。1956年10月、モスクワに飛んだ鳩山は日ソ共同宣言に調印、戦争状態を終わらせシベリアに抑留された日本人の帰還などを実現しました。12月、
日本は国際連合に加盟。鳩山はこれを最後に政界を引退します。鳩山一郎は、あれだけこう再軍備に力を入れたにもかかわらずこう実現できませんでしたけど、これは一体なぜだというふうに言えるんでしょうか。国際要因から言いますとね、アメリカの政策変更でしょうね。と言いますのは、1953年にスターリンが亡くなって、そして、朝鮮戦争の休戦ができるんですね。休戦になりますとね、アメリカは日本に対してね、再軍備で国論の分裂をやるよりもね、日本の経済社会の安定をね重視した方がいいんじゃないか、その方が結局は日米関係のためにもなるんじゃないかいうふうな政策変更が起こるんです。そうするとその朝鮮戦争があの時期に一つの収束を見ていなかったらどうなっていたか分かんないと。ミスマッチというんでしょうかね。ミスマッチ、朝鮮戦争下にあって、アメリカが日本に最後にしっかりしてくれよという時には経済を重視する吉田が頑張って引き伸ばしたり、もう少し少なくと池田大蔵大臣が交渉したりしてました。ところが、吉田がいなくなって改憲再軍備派の鳩山や岸が現れた時にはね、アメリカの方がもうそれほど軍備ばかり言わなくても、やはり国内が基本だね、政治の安定が大事だねというふうに観点を移してきたんですね。そのミスマッチの結果、結局は本格的再軍備にはいかず、軽軍備、経済、国家建設という路線が続くことになったんですね。そうするとその鳩山一郎が再軍備を断念したというこの時の判断、戦後史全体の中で見たときに横山さんどんなふうに思った。20世紀の2つの世界大戦を経てね、各時代にもありましたし、一国一国が国防を全うするに足る兵力を持ってというね、かつての帝国国防方針のようなそういうことはね、もう2つの超大国がね代行すると、それ以外の国はね、ある種集団安全保障、国際安全保障の中でね、一定の軍事力、自衛力を持ちながらやっていくというふうに大きな流れが変わっていったんですね。でそういう大きな変化がね、やはり鳩山さんのリーダーシップにもかかわらずね、改憲再軍備に至らず、アメリカとの安保の下で経済立国を目指すという路線に戦後日本を落ち着けたと。鳩山の後、日米安保の下で経済立国を目指すという吉田路線は、2人の総理大臣を経て戦後日本に定着します。1960年1月、アメリカに渡った岸総理大臣は新しい日米安全保障条約を結びました。それまでの条約では米軍の日本駐留が規定されていながら、日本への防衛義務は明記されていないことなどが問題とされていました。岸はこうした点を改めます。安定した日米安保体制の下、日本の次の課題は経済立国を盤石なものにすることでした。岸の後を受けて総理大臣となった池田勇人は経済成長路線を推し進めました。経済を発展させ、国民の平均所得を倍増させる国民所得倍増計画は、豊かさを求める人々の心を捉えました。1960年代、日本は高度経済成長の道を突き進みます。一見するとその岸の路線、池田の取った政策、なんか違うような感じしますが、自民党の55年体制、その中で見ると、一つの大きな塊ではあるんですね。そうですね、保守本流という言葉があるんですけどね、その器を作った中はの日米基軸の下でね、経済立国をこの実務的にやっていくと。でそういう路線を保守本流と呼ぶんですが、実はこれは岸があの安保を頑張って作った中でね出来上がって、
その中に池田も入ったんですね。で池田に政権がこう移行する中で、国民的にこの吉田路線というのが定着するという構図を取るんですね。で、こうして見てきますとね、の吉田路線をが戦後日本の姿なんですが、実はそれを支える器を作ったのはね、鳩山であり、55年体制だと。この器プラットフォームがあったからこそね、吉田路線というものがね支えられたんだと。でそういう意味で、吉田と鳩山というのはね対抗しながら実に大事なね、補完関係を構成してたんだと言えると思いますね。憲法改正、再軍備を唱え吉田路線を改めようとした鳩山一郎。しかしその試みは挫折し、55年体制が生まれました。その後岸、池田の2人によって吉田路線は戦後日本の枠組みとして定着していきます。80年代中曽根内閣によってその脱却が目指されますが、根本は変わることなく現在に至っています。日米安保を結び、アメリカの安全保障の下で経済立国を目指すという日本の路線が長く定着する様子を見てきました。この路線は占領下の日本が独立へと向かう中で吉田茂によって作られました。その時世界では東西の冷戦が始まっていたわけです。日本が激動の世界に巻き込まれていく中で、首相の吉田茂はどうやってこの路線を確固たるものにしたんでしょうか。